ベロシルは簡単シチュエーションですが遅らせていきます。石田、まあ、石田ウィングバックをやっていた、いやベロシルは3人で囲みます。ボールをキープする、間を通す、このアジアチャンピオンズリーグを戦っています。ベロシルバ、ベロシルバあーっとキープしています。追われてるんですけどね。そうですね、push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams. レオシルバー入れ替わった。おー、初後半レオシルバー、そしてレオシルバーが出てきます。おー、復帰低いボール、レオシルバー、そしてスワーフォーズに出ています。アデミューソン中に入れた、レオシルバーケア、おー、入り口のスライディングをかわしました、レオシルバー。レオシルバーが行って自分で運んでいく、ボックス前に抜ける、シュートだ、逆転、レオシルバー2試合連続見事な中央突破。レオシルバーもらって内側ワンで、レオシルバーが打ちました、レオシルバ、そうスペースに出てきたのはファンガラード、手前側、レオシルバ、話を聞くね、長子からレオシルバ、カンペールがここに出て取りに行きますがかわします、あ入れ替わったぞ、レオシルバ、レオシルバ、チェルシーにワンタッチでレオシルバー、さあチャンスを迎える、右には土井、左には伊藤がいる、レオシルバーはどっちを使うか、伊藤翔を使った、伊藤決まった、土井翔も顔出します、レオシルバー連動してこれを取りに行く、土井からレオシルバー、レオシルバー、うまい、うまい、全員が地面に戻っています。おー、レオシルバーかわしました、こっから危ないシーンでした、レオシルバー1人かわした、エウケソン、レオシルバーです、そして長きエウケソン、レオシルバーです、いい、レオシルバー、うまい、そのまま抜けて数球でお腹上がっていく、後ろからレオシルバー、今度はホセアドリブル、ドリブル強い、そのまま持っていく、渡せない、一曲はレオシルバー、まず取りましたね、はい、そして逆襲になります、長谷、その他も逆なんですね、そうですね、そこに欲しがっているところ、はい、いいボールが来ました、橋本高木が行く、いやー、サークリーになった土井翔馬、パルフォーにこのボールを流し込んであげたらうまかったです、やったの上田の動き見ていただくと、結局アントラーズ、レオシルバー、レオシルバーが位置取りを変えました、レオシルバー決定機、レオシルバー、右足、決まりました、同点ゴール、レオシルバー、右サイドは長木も走る、ディアンドラもいる、どこかに、レオシルバー狙って3対2、これも決定機になりそうだ、どこを使う、レオシルバー渡したのは鈴木だ、鈴木のシュート、来た、ハーフに下がれば下がるだけ相手も寄ってきますから、はい、今度はボール奪った後前から取られて決定機がしっかりまして、ユートも声かけてたかもしれないなと、はい、気がします。レオシルバー前を向く、壁を作った、サッカーというのは、あっとこれは狙っている、モドリッチが激しいこの前線からボールを追いかけて、ここもベイル行く、合わせるんですよね、レオシルバー仕掛けていきました、レオシルバーが仕掛けていって、あー、いい位置でセットプレーのチャンス、
ヘディング落としてセルジーニョ、レオシルバー裏手入れる、最後だ、最後はレオシルバー、そのレオシルバーにボールが通った、レオシルバーがシュート、入った、決まった、よし、同点、鹿島アントラーズ、レオシルバー中入れてセルジーニョ、レオシルバー抜けてきた、セルジーニョ、セルジーニョ、ここね、ボールを奪ったレオシルバからニアでいく、シュート、あーっとここは柏から足を取られて、レオシルバ、さあ、キーパーの林は戻っていない、土井のボールはゴールに向かってきた、チームが好調な時ってこういうの、レオシルバのシュート、クロスだ、松村持っていて、こうマイナスのボール、レオシルバ、そして荒木のシュート、ゴールに、コースからのゴールに、立て続けに点が入ります、レオシルバ対渡辺、落ち着いて食べる、本当にうまくレオシルバこぼれていきますが、レオシルバです、落ち着いてます、おーっと、ここはクロスバー、レオシルバ、あの人は寺崎が行きましたが、まだレオシルバ、おい、レオシルバこれ流れていきますが、おっとレオシルバ対ウーベル、おすぐに立ち上がった、おまた、いや、おオフサイドありません、体が効く、真下を切り返してラストパス、マテウス、のレオシルバ強奪、レオシルバで強奪ね、まさに強奪ですね、はい、ファールなしでカウンターの鹿島、ね、レオシルバ運んでいきながら、レオシルバー、レオシルバー前線には野井、右に中村、そして左の18番クロスだと狙ってましたね、はい、レオシルバー、さあ松村が裏を取って下げました、レオシルバー通った、そしてファンガラの右右ですけど足元かなと思いきや裏ですからね、少し自分で運んでいて、ね、ちょっと戻ってきてないですからね、レオシルバ決める。